卵やバターの高値が続いています卵は10個入りのパックで263円と10年7ヶ月ぶりの高値になっています物価の優等生と言われる卵なんですがここ最近じりじりと値を上げてきています 総務省がきょう発表した10月の小売物価統計調査によりますと1パック当たりの卵の小売価格は東京特区で263円と2005年3月以来最も高くなりました鶏の餌になる輸入トウモロコシの価格の高騰が要因だということです またバターも1箱あたり434円と需要が高まるクリスマスシーズンに向けて高値が続いています一方キャベツや白菜などは夏場の氷や日照不足の影響で高値が続いていましたが平年並みに落ち着いてきました先月来の適度な雨や気温が比較的高めだったことで生育が回復したということです